私の名前は平田さなえ。私には優太という高校生の息子がいます。とっても自慢の息子です。優太は小学生でバスケットボールを始めてからずっとバスケ一筋。中学では県選抜に選ばれたりして将来を期待される優秀な選手なんです。そして優太はバスケットの推薦で全国大会に20回以上出場している名門エモル高校に進学しました。公用中出身の平田優太です。目標は全国制覇です。高校に入ってからは一層バスケにのめり込んで毎日部活のことを楽しそうに話してくれました。今日の練習でさ、俺すごいスリーポイントを決めたんだ。すごいね。頑張って早くレギュラーになれるといいわね。でもそんなある日のことでした。おい大丈夫か？平田、平田！ゆうたが練習中に倒れたんです。原因は脳内出血。そのまま病院に緊急搬送され手術を受けました。お母さん、なんとか一命は取り留めました。よかった、うちの子助かるんですね。しかしですが、もう激しい運動は難しいことと、息子さんの意識が回復するかは分かりません。え、嘘。医者からの宣告は残酷なものでした。それから9日間ゆうたは眠り続けました。ゆうた、お願い目を覚まして。そして10日目の朝、ゆうた、奇跡的に意識を取り戻したのです。ゆうた、よかった。あの時ほど神様に感謝したことはありません。でもゆうたの右半身には麻痺が残りました。ゆうたは体が動かないことを知り毎日泣いていました。母さん、動かない、動かないんだ。しっかりリハビリすればまた動けるようになるって先生が言ってたわ。だからね。激痛に耐えながらリハビリを続ける日々。ゆうた、頑張って。そして半年後、ゆうたはなんとか歩けるまでに回復しました。退院の日、ゆうたが信じられないことを言います。母さん、僕バスケ部に戻る。動けないけど戻ってみる。え？右半身の麻痺が残っているのにバスケ部に戻ると。もちろんチームメイトと同じ練習メニューは不可能。体育館の端っこで麻痺した右手ではなく利き手ではない左手でずっとシュート。それから2年、なんとユータは毎日その練習を続けました。試合に出ることもない、みんなと練習もできない、でも毎日左手でシュートの練習を続けたんです。ユータは高校3年生になりました。ついに最後の大会。3年生にとっては今度のインターハイが最後の公式戦だ。絶対に全国に行こう。それと俺は3年間頑張ってきたユータを試合のどこかに出してやりたい。みんなどう思う？いいと思う。賛成です。先生、それ賛成です。みんなありがとう。そして迎えたインターハイ予選当日、ユータにとって運命の試合が始まりました。そして後半残り3分、82対55の27点リードとなった時、平田、行くぞ。よっしゃ。ずっと努力してきた3年間、たくさん涙を流したあの日々はこの時のためにあったのかもしれません。ゆうた、打て。うおー、ゆうた、やった。ゆうたの3年間が今ここで報われました。涙が止まりませんでした。チームはその試合に勝利、その年のインターハイ出場を決めました。ゆうたの高校最後の夏は最高の思い出になりました。本日の動画は以上です。エモル図書館では心がきれいになる動画を作っていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。